してなかなか動画を上げることができなかったんですけれども、その間に年が明けてしまいました。皆さんお元気ですか？今日は初日の出を描いてみました。どうぞ最後までご覧ください。まず下絵を描きます。今回の下絵はがっちりと描かないでラフな感じで、描いていきたいと思います。真ん中に狐を描いていますが、今は簡単に描いておきます。木も大まかに描いていっています。画面の中にどう配置するかというバランスを考えながら今描いていっています。太陽の位置を決めて下書きが完成です。まず空の色から塗っていきます。カドミウムイエローディープを溶いて一色、レッドオレンジを溶いて一色、カドミウムレッドディープを溶いて一色です。空の部分にお水を塗っていきます。この時太陽は塗らないようにしましょう。そこにカドミウムイエローディープから置いていきます。そこににじませるようにしてレッドオレンジを置いていきます。太陽から離れている部分、上の方ですね、こちらの方は少し水を多めにして明るくしてあります。イエローとオレンジを交互に置いていっています。ここで少しカドミウムレッドディープを置いていきます。次に雪景色の円形の色を作っていきたいと思います。バジターブルーとパーマネントバイオレットを混ぜて一色、セルリアンブルーとレッドオレンジを混ぜて一色です。円形の部分にお水を塗っていきます。そこに今作った色を交互に置いていきます。太陽の下の方はレッドオレンジとイエローディープを置いていきます。ここまで塗れたら乾かします。乾いたらここに、バックランができていました。これも味ですね。今雪の色を塗っています。色はブルー系を3種類です。1種類目がバジターブルーだけを溶いて1色、2色目はセルリアンブルーだけを溶いて1色、3色目はパーマネントバイオレットとコバルトブルーを混ぜて1色です。雪を塗るときは影の部分に暗いブルーを置いていくんですけれども、先に塗った明るいブルーが乾く前に、少し滲むようにして置いていっています。その時に置くタイミングがちょっと難しいと思うんですけれども、
それはちょっと自分で感覚をつかむしかないので、何度も練習して感覚をつかんでみてください。雪を塗るのにちょっと難しいかなって思うんですけれども、影のつけ方にもし迷う場合は、参考の資料をお持ちでしたら、それをカラーではなくてコピー機か何かで白黒にしていただきますと、暗い部分と明るい部分がはっきりと見えてきますので、雪が塗りやすくなるのではないかなと思います。この白黒にするっていうことは、特に雪だけのことではなくて、どんな絵の時でも有効ですので、明暗をしっかり見るためにぜひやってみてください。色を作ります。1色目はオリーブグリーンとコバルトブルーを混ぜて1色、2色目はパーマネントバイオレットとコバルトブルーを混ぜて1色です。色を置く前に円形に霧吹きで水をかけておきます。円形に色を置いていくんですけれども、木のようなものがあるなって想像してもらえればいいので、はっきりとしたものを描く必要はないです。ここまで塗れたら乾かして、次にトレージングペーパーを使います。手前にある木を塗っていきたいので、その前に一手間かけます。トレージングペーパーに木のシルエットを写していきます。そしてその上にマスキングテープを貼ります。木のシルエットが全部隠れるように貼っていきます。そしてそれを一度画面から外します。次に裏を向けて、カッターマットの上でその木のシルエットを切り取っていきます。切り取れたら中を外します。そしてトレーシングペーパーからマスキングテープをそっと外していきます。そのマスキングテープを木の位置にしっかりと合わせながら貼っていってください。そしてその上を水で濡らしたスポンジで絵の具を取っていきます。私は海綿というスポンジを使っています。絵の具が取れたら、マスキングテープをそっと外していきます。こうやって全部の木の色を抜いていきます。木の枝を、描く時も同じようにやっていきます。少し時間のかかる地道な作業となります。でもいつも同じ描き方をするよりも、いろんなことを試してみて、楽しんでみるのも私は好きなので、全然面倒くさいとか苦痛だなとかそういうのはないです。私は同じ作業の繰り返しが平気なので、何時間でもやり続けることができるんですね。そういう意味ではものづくりに向いてるかなって思います。次にパーマネントバイオレットとカドミウムイエローディープを混ぜて1色作ります。この色で少し向こうの低木や高木を描いていきます。
この低木や高木は、一番手前の木の色を抜く前に塗ってもいいと思います。次に一番手前の木を塗っていきたいと思います。左の方は白樺の木になります。パーマネントバイオレットとコバルトブルーを混ぜて一色作りました。その他にパレットの中のブルー系や紫、赤などを使って、白樺の木を描いていっています。今回雪景色の、日の出を描いたんですけれども、私は寒いところに住んだことがないので実際の冬の厳しさは知らないんですけれども、それでもずっと前から、寒いところで見てみたいなって思っているものが3つあります。1つがダイヤモンドダストです。写真では見たことがあるんですけれども、実際に見たら多分相当綺麗だと思うんですね。実は一度絵に描いてみようと思って挑戦したんですけれども、イメージ通りに描けませんでした。でもきっとまた挑戦すると思います。そして2つ目はオーロラです。これはちょっと冬のカナダに行って絶対に見てみたいなって思っています。そして3つ目はタテゴトアザラシの赤ちゃんを見に行きたいです。タテゴトアザラシは2月28日に一斉に赤ちゃんを産むんだそうです。その赤ちゃんを見に行くツアーが以前はあったと聞いているんですけれども、今はどうかちょっとわからないので、もしあるんだったら行ってみたいなって思っています。ここでもう一度色を作っていきます。バジターブルーとパーマネントバイオレットを混ぜて一色、ウルトラマリンディープとパーマネントバイオレットを混ぜて一色、コバルトブルーとパーマネントバイオレットを混ぜて一色です。この3色を使って、もう少し雪の暗い部分を塗っていこうと思います。少し余談になるんですけれども、今回真ん中にちょっとキツネを描いてみたんですけれども、旅行先でキツネを見ると、あ、キツネだっていう感じで結構テンションが上がって、必死で写真を撮ったりするんですね。でもタヌキを見てもなんかテンションが上がらなくって、あ、タヌキってそんな感じで終わっちゃうんですね。一体この違いは何だろうって思ったりとか、あと公園とか森とかでリスを見ると、あ、リスだ、かわいいって思うんですけれども、ネズミを見てもなんかネズミかっていう感じで、ちょっと実はテンションが上がらないんですね。こういうことって他にもいろいろ当てはまるものがあるんですけれども、結局テンションが上がらないものは絵に描くこともあまりないんですけれども、なんかこれではちょっとダメだなって思ってまして、もっとこう見方を変えていかないといけないなって最近思っています。今まで描いてこなかったものにもいろいろとチャレンジしていきたいなって思っています。